今年レジェンドイチローを超えるかもしれない選手がオリックスバファローズにいるのをご存知だろうか。イチロー選手を超えるようなもう夢の4割台を目指して頑張ってほしいです。ホームランも打てる、打率も残せる、三振が少ない、いつまでもバファローズにいてほしいですね。前人未到の打率4割を期待される選手こそオリックスバファローズ吉田正尚選手。今週イチロー超えの24試合連続ヒットを記録したすごいバッターなのに、小籔さんがついつい忘れがちということで、今シーズンは現在打率リーグトップ、さらに三振数は12球団最少の17個。イチロー選手よりも三振する確率が低いんです。今日は一体なぜ豪快なフルスイングなのに三振しないのか、その理由を見破ります。まずは今シーズン絶好調の理由を本人に聞いてみました。しっかり甘い球を一球で仕留めるっていうところが、ポイントなんですけども、やっぱりファーストストライクをしっかり、ヒットにできてるっていうのは、まあその打率高いことなのかなと思いますけど。その言葉通り、今シーズンの初球打率は4割を超えています。この驚異的な数字を生む秘訣は打席に入る前にありました。初球打つっていうところでは、やっぱある程度の根拠というか、前の打者の、配球だったり、今までの僕との対戦のデータとかも見ながら、自分の中でこれが来るんじゃないかっていう予測のもと、しっかり打ちに行けてるので。打席に入る前の徹底した配球の読み、この初球からフルスイングするための入念な準備こそ高打率の秘訣だったのです。そしてその準備への意識は試合前にも及んでいました。試合開始3時間前のフリーバッティング、吉田選手の練習を見ると、打球は3分の2以上がセンターからレフト方向、実はこれが三振の少なさと大きく関係していました。逆方向にしっかり入っていた方がボールを長く見れますし、打てると思ったら打ちますし、ボールだと低いと思ったり、高いと思ったら見逃せるっていうところですかね。追い込まれてからもなんとかこうバットに食らいつくっていうところは心がけてます。この考えが実践されたプレーがこちら。ランナー二塁のチャンスで追い込まれた吉田選手、それでもソフトバンク和田のスライダーをしぶとくレフトへタイムリー。逆方向を狙うことで決め球への対応力が上がり、三振数が減っていたのです。夢の打率4割へ突き進む吉田選手は、今シーズンさらなる高みを見据えています。打撃部門でね、すべて1位を目指してやっていきたいので、打撃部門でね、すべて1位を目指してやっていきたいので。